裏蔵で作ったやつね。あ、ここの燃料が欲しいわ。ルールはね、10分間にどっちが多く原木を取れるかっていう。あれ？でかくならない。どうしようかな、暗くなってる。うわっ、いやー、しまったことない。そうだろうな。はい、まあ、そっか。はい、みなさんこんにちは、ルナトシのトシです。ルナです。今日はゾンビトラップの方来てます。来てます。で、ここドラウンド作る機械の方、また作るよって言ってたまま作ってないんで、こちらの方また作っていきます。ねえ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 、はい、ちょっとこっち来て。え、欲しいものがあるの。ちょっと待って。あ、この線は難しいな。ここ、はい、ここ、ここ。ああ、これ裏蔵で作ったやつね。あ、ここの燃料が欲しいの。燃料が欲しい。え、燃料ないの。燃料がないの。ああ、少しだけあるじゃん、48個。でもそれじゃ足りなくない？かまど2つあるんだから。そうだよね、ガンガン燃やしそうだもんね。うん、ここでいらない防具とか出そうだし。うん、じゃあどうすんの。二人でさ、原木を取る競争をしようよ。原木取る競争？競争。競争。いいよ。ルールはね、10分間にどれぐらい、どっちが多く原木を取れるかってルールな。じゃあとりあえず、じゃあそういうことするなら、今夜っぽいから一回寝てここリスポンス点にしよう。あとで支給品を渡すね。支給品。支給品。ちゃんと二人とも平等にしないとダメでしょ。競争の道具だね。うん、道具道具。10分あったらパパ20スタックぐらい取りそうだから。嘘だ。てかパパ、タイマーはどうする？右上に録画の時間が出てるから。ああ、こいつでやる気。うん、じゃあ支給品です。はい、斧です。斧ぽい。鉄斧。そして、ジャングルの苗木です。ああ、ジャングルね。おお。どこ？その広いとこ？うん、この高いとこ。高いとこ。よし、はい、ありがとうございます。よし、じゃあルナ、始めようか。うん、もう用意して、ジャングルの木持って。持った。じゃあ、右上の時間が8分になったら開始ね。開始。コップ用意してなかった。え、なんで？なんか雑草いっぱい生えた。よし。あ、なんでルナコップにやって。あれ？でかくならない。え、なんでなんでなんで。ちょっと待って。え、コップなくなるよ。え、どこだった。え、おい、どういうことだよ。はい、負け。どうしてこんなことってある？64個使ったんだぞ、コップ。3、2、1、スタート。よし、キャッ。思ったんだけど、これさ、ジャングルの木でやると高さが違うからちょっと面白い。切り残しあったら嫌だ。切り残しあったら必ず切らん。切り残しは絶対じゃあ切ることにしようか。うん、面白いから暗くなってきた。気のせいじゃないわ。夜突入か。夜突入した。え、なに、ルナもう一本切ったの？うん、ルナもね、ちょっと短かった。これあんまりやらない方がいいよ。いいね。なんか色いっぱいある。あ、めっちゃ暗い。今、体罰置いてしまうので。やばい、切り方間違えた。よし、ルナは階段を降りるぜ。うわ、ミッチいる。ミッチを死ぬと思う。え、すげえの、スタイル。え、いて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 。なんか体が、あ、ちょっと当てるの。鉄棒も割れるんじゃない？嘘。いや、
反則、反則。反則じゃない。うわっ、ちょっと待って、超ロスタイムじゃん。え、吹っ飛ばされちゃったの。いやもう追わないか。しかもちゃんと火入れてたところに追わなきやがって、この野郎。いやー、一個のミスのせいだった。石の斧使っていい？いいよ。あれ、石の斧ない。あ、あったあったあった。もうすぐ発見中。いや、石の斧。でもおかしいね、石の斧かかったよね。そしたら、どんどんこうやってそんな触るか。でも短い木ほど枝がないからダメだ。あ、もう1分ないよ。あ、どうせ一緒の。あと15秒。15秒。え、ずるい。あ、もう2秒、1秒。終わり。終わりです。降りてきたよ。よし、ちょっと危険だから一回寝ようよ。寝よう寝よう。いやー、いっぱい切った。10分チャレンジで2人でどのくらい切れたんだろうな。ね、これで石炭問題一気に解決だったら。木炭問題じゃない？ああ、木炭問題ね。っていうか燃料問題、そもそもさ、あの昆布製造機で解決したんじゃねえのかよって感じだよな。うん、昆布効率悪いんすよ、なんか。なんかね、昔のワールドの時あんなに昆布ハウス作るくらい効率良かったのにな。うん、しかも昆布ハウス2軒も作ったし。作ったね、邪魔で邪魔で。昆布の使い道がなくて。じゃあ、ちょっと明るいところでやるか。外行って。あ、あ、間違えた。じゃあ、あの、パパの切り損ないの木まで。あ、ちょっと待って。あ、落ちちゃった、ゾンビトラップに。助けて、助けて。いやゾンビ落ちてきた。今水止めたから、おいで。はっ。オッケー、ほい。水面に入れ、流しときます。行こうぜ。うわっ、ぶね。ルナのショレフアレキじゃなくて。あ、じゃあこの両方の木見えるこの辺にしようか。はい、10分間終わりました。で、ちょっと競争をやったんで、後ろの中途半端に切った木があんだめったくさく残ってます。うちらの前にももう1本あります。後でちゃんと片付けなきゃいけないね。うん、じゃあ結果発表。はい、チェストを用意しました、ルナ。はい、パパが上の段で、ルナが下の段ね。はい、でももうパパの画面はもう見えてるから、一旦全部パパの分ナベラベルね。ポイ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 。じゃあルナ並べてください、順番に。はい、まあまあそうだよね。はい、まあそうだよね。次は、はい、あ、次34個。はい、おお、やっぱそうなんだ。え、そんないっぱい？あいって。え、こんなに触る？え、本当に？本当本当。ズルしてなくて？うん。鉄の斧壊れ、早く壊れたわけが分かったわ。え、でもさ、2人合わせて10分でこれだけ木切れるの？うん。あっという間だよね。こんないっぱい木炭いる？よし、じゃあこれ全部パパが持ってって木炭に変えようか。うん、やったかった。いや、勝ち負けよりもこの木炭。で、あのめったくさい木たち何位とか落ちてるの？それで上がったらパパの本当はここに原木が3スタックほど落ちてるんじゃない？落ちてないわ。へえ、そんな差あったんだ。じゃあ
行くぞ。片付けはまたパパかルナが裏蔵で。やるよ。パパかルナ。じゃあパパやっとくよ。いや、ルナやる。ルナやる。だってルナやりたいこといっぱいあるでしょ。いっぱいあるけど、キコリも好きだもん。タヌキ開発に借金返さなきゃいけないでしょうが。はい、皆さんいかがだったでしょうか。キコリ対決やりました。はい、結果はちょっとだけルナの方が早かったようです。ちょっとだけじゃありません。1スタックの違いがありました。イエーイ。1点以上の差があったな。うん。で、たった10分ですけど、なんす、結局合計で10スタック以上取れてる2人で。うん、パパが3スタックと35個で、ルナが4スタックと2個だったから。ああ、じゃあ10スタックまでいかないのか。うん。でも大量の木炭、これでしばらく燃料には困らなさそうです。またよろしかったらチャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。ではまた見てください。じゃあね、バイバイ。バイバイ。あ、大変、もう入りきってないわ。